ライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがポップな話題をご紹介。というわけで、本日は、泳ぎスニークです。さて、泳ぎスニークのやり方は極めて簡単。まずは水中で前進キー、スニークキー、そしてダッシュキーを同時押しして泳ぎの姿勢に移行します。あとは、スニークキーを押し続けながら、前進キーとダッシュキーから手を離すだけ、たったこれだけで泳ぎスニークが可能なのです。さて、泳ぎスニーク中にマウスを操作して、真上を向くとゆっくりと浮上、真下を向くと急速潜航することができますが、なんと、泳ぎスニーク中に斜め上を向けば、泳ぎの姿勢のまま水中で静止することも可能。体の周囲に水流を強めるブロックがない場合は、斜め上 38.8 度を向けば静止状態に。水流を強めるブロックがある場合は、斜め上 57.8 度を向けば静止状態になれるのです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。